こんにちは、夢挑戦です。今回は前回の吉田輝星投手の現在地動画に続く第2弾をお届けします。2024年3月2日付日刊スポーツによりますと、キャンプ中は対外試合3試合、社会人チーム日本新薬戦、楽天2軍戦、台湾プロ野球楽天モンキーズ戦に登板し、計4回を投げ3失点。日本ハムからトレード移籍し、今キャンプは1軍主体の A グループで過ごした。中垣巡回ヘッドコーチの指導を受けながら、体重移動などの課題にも取り組んでいる。理解はできているし、どう体に覚え込ませるか、数も必要だと思うし、普段のキャッチボールから心がけないといけない部分でもある。そこは集中してやってます。3月に入ったら一気に実戦メインになってくる。そこは形とか気にせず、実戦で出た課題を自然にできるくらいまで練習でやるっていう過ごし方をしたいなと思います。そして3月3日タマホームスタジアム筑後で行われた春季教育リーグソフトバンク対オリックス戦、吉田投手が登板したのは3対0とリードを許した4回裏でした。 EG スポーツによりますと、オリックスは4回裏2番手で日本ハムから移籍の吉田輝星投手が登板。伸びのあるストレートで見逃し三振を奪うなど2回無失点に抑えた。吉田投手の投球内容、2回25球打者7人被安打1、奪三振1、無失点。2024年3月8日金曜日、京セラドーム大阪、オリックス対巨人オープン戦。スポニチアネックス3月8日夕方配信。日本ハムからトレード移籍したオリックスの吉田輝星投手23が9回に5番手として登板した。先頭の出口は142キロ直球で詰まらせてサードゴロ、オコエは2ボール2ストライクから外角低めにカットボールを落としてライトフライに仕留めた。最後の門脇も球威のある直球で簡単に2ストライクと追い込むと、最後はフォークで空振り三振を奪った。3点差のセーブシチュエーションで登板し、見事な三者凡退。最速148キロの直球も勢いがあり、開幕1軍に向けて好アピールとなった。3月9日付日刊スポーツによりますと、西からは今季初めて実戦で投じたというフォークで門脇を空振り三振に打ち取った。握りを変えて左打者に向かっていくように落ちてくれた。直球の最速は148キロで打者を押し込む場面も目立ったが、練習で150キロとか出ている。試合で球速が落ちるのは何かロスが起きていると課題も口にした。ファンはこの好投に歓喜。 SNS にはマジで、ええやん、めっちゃ、良くなってないか、この調子で輝く星に、球速表示より、早く見える、めちゃくちゃ良かったな、まだまだ、伸びしろある、伸びがある球、微直球が戻ってきた。と、コメントが並んだ。多くの解説者さんが言う、変化球を投げる際の、腕の緩み、や、
オリックス、中嶋聡監督の言う、力を入れた時に生じる体重移動のズレは、解消されたのでしょうか？また、本人が語っていた、出力を上げると崩れるフォームは、崩れないのでしょうか？さらに、今後、イニングが増えた時に、ちゃんと投げられるようになるのでしょうか？戻ってきた美直球に期待は高まります。新天地で変身を遂げるのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you for watching. Don't forget to like the video. よろしければコメント、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe to my channel. 参考、引用、NPB 日本野球機構、ウィキペディア、フルカウント、スポーツ日本、日刊スポーツ、イージースポーツ、スポーツ、ナビ、スポカレでした。